セブンの家でラジオごっこ。皆さんはじめまして、セブンオーダーの安井健太郎です。はじめましての人も、たくさんいらっしゃると思いますので、セブンオーダーのね紹介とちょっと自己紹介の方をさせていただきたいなと思います。僕たち、セブンオーダーというのはですね、セブンオーダープロジェクトということで、こういろんなね、こと、まあ舞台だったりとかライブだったりとか、まあ、ファッションだったりアートだったりとか、こういろんなことにジャンルレスに、挑戦していくプロジェクトということで、セブンオーダーという、グループで活動させていただいております。この辺実は意外とセブンオーダーとセブンオーダープロジェクトの使い分けってちょっと曖昧だったりとかする人もいると思うんで、ちょっとこの辺でちゃんと紹介しておこうかなと思ってるんですけども、セブンオーダーというのは僕たち、7人組なんですけども、7人のグループ名です。でセブンオーダーとしてだったりとか個人、まあ、僕安井健太郎だったりとか他のメンバーだったりとかが、個人的に挑戦するものだったり、セブンオーダーとして挑戦するものだったりとか、いろんなことに挑戦していくという全体をセブンオーダープロジェクトというふうに、一応僕たちの中で認識しておりますので、ぜひその辺の方ね、ちょっとややこしいんですけども覚えていただければなと思います。普段はね、僕たちセブンオーダー、まあ舞台だったりとか、まあ、これからこうライブだったりとかも、本当につい最近かな、シャボンフラワーという初めての CD シングルをリリースさせていただいたりとか、そういう音楽活動だったりとか、まあお芝居、ここではお芝居いろいろね、去年から去年の5月の22日から発足させていただいたんですけども、かなり、メンバー個人ではいろんな舞台に立たせていただいて、いろんな経験をさせていただいてだったりとか、あとは7人としては東京 MX さんでイケダンセブンというね番組が月曜日の夜8時からゴールデンになったんだな、からやってたりとか、もういろいろね普段はやってるんですけども、まあこのセブンの絵でラジオごっこというのはですね、まあ家からこう発信するようなゆるい感じでラジオを送りできたらなと思って始めたものです。まあ僕安井健太郎がですね、個人的にラジオ結構好きで、ずっとこうやってみたいなって思いつつ、実はね、去年12月に開催したファンミーティングを僕たちセブンオーダーやらせていただいたんですけども、その中でね、実はラジオコーナーというのを作って、それがもう大好評のうちに終わったとということで、まあ、ちょっと YouTube でもなんかその雰囲気を残しながら、家で喋ってるような雰囲気を残しながら、こう皆さんといろいろね、コミュニケーション取れたらなということで始めさせていただきました。なんで普段は結構こうオンな感じでお芝居やったりとか歌ったりとか踊ったりとかバラエティしたりとかしてるんですけども、ここではねちょっと本当に家にいるような感覚でゆるーくやってきますので、皆さんもね、まあ今結構家にねいる時間が長い方もたくさんいらっしゃると思いますので、まあなんかこう半身浴しながらだったりとか、料理作りながらだったりとか、もうなんか腹筋しながらだったりとか、なんかそういう感じでねながらでね聞けるぐらいゆるいラジオをねやっていけたらなと思いますので、ぜひ皆さん最後までよろしくお願いいたします。さあ僕たちセブンオーダーっていうのはですね、僕以外に、まあセブンオーダーっていうぐらいですからメンバーが6人いるんですよ。で僕のねやっぱ最年長の僕から見た、まあ、他のメンバーをね紹介していこうかなと思ってるんですけども、まあ、ただね紹介してもちょっとあんま面白くないなと思って、ちょ僕めちゃめちゃ絵得意なんですよ。こうちょっと知らない方いっぱいいると思うんですけど、結構絵に自信があって、こう特に一番似顔絵に自信があるんです僕。人の特徴を捉えるのがねうまいんですよね多分。なんでせっかくなんでこう絵を描きながら、まあ本当ね初めての方はどんな顔してんだとかもわからない方もいると思うので、ちょっと絵を描きながらねメンバーを紹介していこうかなと思っております。どうしようかな、まずじゃあねまず誰から行こうかな、どうしようかな、
でも一番書いてる人からじゃあ行こうかな。森田ミュートっていうメンバーがいるんですけど、僕の似顔絵人生は彼から始まってると言ってもね過言ではないんですよ。それくらい彼に関してはもうね書き慣れてるというか、もうね本当に一番書いてる。なんでもうすぐね書けるんですよパッと。彼はですね、まあメンバーの中では、まあ、とにかく、まあ、ダンスがねすごく上手で、まあダンス担当っていうのもちょっとなんかあれですけども、彼はですねメンバーの中でもねダンス担当、あとね、あ、僕たち専門だ楽器もやるんですけど、楽器だとねベースを担当していて、さらにねメンバーの中でねファッションリーダーっていうんですかね、おしゃれ番長で、まあ、僕たちセブンオーダーのグッズとかをデザインしてくれたりとか、結構ねメンバーのこうスタイリングもたまにしてくれたりとかするような、まあでも器用ですね、とにかく器用、何でもできんなっていうところがあって、で背がめっちゃ高くて足めっちゃ長いんですよ。だから その辺をちょっと似顔絵ではね表現できたらなと思って、こんな感じかな。そう、あとはねミュートはなんだろうな、初めての人に説明するってなると、めちゃくちゃ気を使う男なんですよ。だけどめちゃくちゃ自分持ってるんですよ。だからちょっと難しいんですよね。なんかねなんかシンプルなようで複雑なようで、実は一番シンプルな男かもしれないという、ちょっと俺も何言ってるかよく分かんないけど、そんな感じのねメンバーです。なんか俺これやる気ないって思われないかな。なんかこうあんまオフで喋ることないからさ、俺やる気ないって思われたらどうしよう、次どうしようかな。あ、さあじゃあ次のメンバーは真田優馬、行ってみましょう。サナピーはね変わった。なんか出会った時のサナピーってもっとなんかねとんがってたんだよ。すげえなんかイケイケ坊やみたいな感じだったんだけど、今はもうほんとね優しいねお父さんみたいになって、でもねサナピーはなんか今結構ゆるキャラっていうか、ファンの人の中とかでも割とゆるいみたいな思われてるとこあるかもしれないけど、一番やっぱ頼りになるなって思うな。なんかいざという時、どっしりしてるよねサナピーって、なんかどっしりしてる。そうそうそう、バンドだとねギター担当で作詞作曲もしてて、セブンオーダーの、まあ、この YouTube にも PV 上がってるシャボンフラワーって曲はサナピーが作ってくれてね、なんか見た目は結構すごい男らしいっていうか、なんだっけ、あ、そうそう、最近なんかめちゃくちゃフェミニンになってきて、なんか使ってるカバンとかもなんかすごい、なんかなんだ、なんつうの、なんかあのアパレルのプレスルームの女性が持ってるみたいなカバンをなんか急に持ち出して、ブランドとかもね、なんかね最近すごいね、まあ、作る曲もそうなんだけど、ちょっとなんかねフェミニンなんですよね。サナピーの特徴は前髪がうねってること、おりゃー、こんな感じかな。この辺とかもなんかうねうねしてる、とにかくうねうねしてる。寝起きはもうすごいですよサナピーは、もう芸術、岡本太郎の作品みたいな髪型になってるから。あーなんか目がな、ちょっともうちょっとあれだかもしれない。そう、さあじゃあ次はじゃあハギちゃん、ハギや敬語いきましょう。ハギちゃんはねバンドだとねドラムを担当してるんですよ。ハギちゃんはね本当にね趣味がいっぱいあるんですよ。今ハマってんのはなんだろう、今はワイン、あ、じゃ今あれだ、
美容だ、萩ちゃん。もうとんでもないっすよ、もう。もう美容、もうとにかく美容、もうなんかこう化粧水とか、なんつうの、俺ちょっと全然わかんないけど、美顔器みたいなやつ、なんかあのウィーンってなるやつとかをね、結構最近はなんかよく使ってるイメージだな。そう、なんかね、多趣味で結構飽きっぽいとこもあるのかな、わかんないけど、でもハマりやすいんですよね。すごいなんかちょっとこう、なんかメイクも去年のいつぐらいだっけな、なんか冬ぐらいの時になんかメイクさんとなんか話して、なんかメイクについてちょっと俺学びたいみたいな感じから始まったら、もう今やなんかもう美顔器も買うわ。だからあのイケダンって、僕たちね、あの東京 MX の方であのイケダンセブンっていう番組やらさせていただいてるんですけど、それの収録の時もなんかもうね、何、自分専用の化粧品を持ってきてて、なんかね、それでもう自分でやるんですよ。メイクさん いらっしゃってくれるんですけど、いらっしゃってくれる、いてくれるんですけど、自分でなんかやりだして半分ぐらいは自分でやるんですよね。そうで、ハギちゃんのすごいとこはその美顔器とかその化粧水とか自分がいいと思ったものをめちゃめちゃセールスしてくる、俺たちにむっちゃ勧めてくる、本当になんかもうポシュレみたいなぐらい、なんかもう買わない、なんか買った方がいいのかなって気持ちにさせられるぐらい勧めてくるんですけど、あ、でもそこまでその商品のことを理解してるっていうのはめっちゃすげえなと思って、ハギちゃんってやっぱこうな、真面目なとこは出てるなっていう、そういうとこでもね、すごい真面目なんですけど、そう、鼻が特徴だね、ハギちゃんは。とにかく鼻がすごいから、シャキーンって鼻。はい、じゃあ次は、じゃあこのテンション感でかけるのはアラン、アベアランとハギちゃんはちょっと書き方似てんのよ。実はアランもやっぱ鼻なんだよね。アランの方がこうなんか三、あ、でももっと矢印っぽいのかな、まあでもいいや、こんな感じ。アランはバンドだと僕と一緒でボーカル担当なんですけど、あとね、ラップかな、ヒプノシスマイクっていうね、舞台をやらさせてもらってからね、すごいラップが上手にやっぱなったなーってイメージが、ね、ある。あとね、顔がいいわ、かっこいいもん、アランって。アランかっこいいんだよね、やっぱ。なんかこう取材とかしていただいてね、こう今自分たちとかで写真とかもね、チェックっていうのかな、なんかこう見たりとかするようになって、自分たち選んだりすることもあるんですけど、いやー、まあアランはダメなのないね、ほんと全部かっこいいもん。なんかアラン自分で自分の写真選ぶときなんて言うんだろうと思って、でも全部いいもん、だって全部 OK、すごいな。じゃあせっかくね、こういうなんかラジオ企画っていうか、こうリアルタイム的な感じでは、割とリアルタイムに近い感じでみんなに届けられるコンテンツだからこそ言えることで言うと、アランは電動自転車買ってた今日。あのね、なんかね、思い立ったらね、その目的を達成するまでね、諦めない男なんですよ。だから電動自転車も電話して、いや店舗にないですとか、いやもうちょっと今それ入ってきてないですみたいな言われても、もう絶対引き下がらないの。え、色違いだったらありますかとか色違いならありますかとか、え、じゃあ どの方ならありますみたいな、もう電動自転車を買うっていう目的をもう達成するまでもう絶対に諦めないっていう、諦めない男なんですよ彼はでそういうとこは俺好きなんだよね、可愛くて。まあそんなアランの近況でした。ちょっとアラン面白みないわ、絵描いても。アランとハギちゃん一緒みたいになっちゃったな、なんか似てる似てない、一緒じゃんここちょっとこれはまずいな。
さあ続いてのメンバーはモロ、モロ星翔輝くん、行ってみましょう。うわモロ難しいな、どうなんだっけなモロ。まあ輪郭こんな感じで、モロはね唇が結構分厚いですね。唇ビヨーンってこんな感じ、鼻が結構模様にしてて、目は意外と切れながらね。モロはね、モロはバンドだとボーカル&サックスなんですよ。サックス担当で、サックスも始めてからまだそんなに時間経ってないんじゃないかな、けどねすごいんですよ。あのねプライベートで海外行った時とか、なんかねあの路上で吹いてた、動画が送られてきた、路上ライブみたいな。そういう なんつうんだろうな、モロはなんか男らしいとこっていうか、モロはね中身が一番男前なんじゃないかなっていう、2枚目なんだよね中身が。そう、そういうところがねすごくある。ロマンチストだしね、なんかちょっと臭いけど、臭いってそういう臭いじゃなくて臭いところがあるっていう、なんかこうずっと友達でいいようなみたいなことを言えちゃうタイプでもね、そこがねモロのね素敵なとこだなと思ってて、とにかく努力家だしね。あとねモロはねペットボトルね捨てない、本当にこれはねちょっとね、もう俺もう諦めたんだけど、ペットボトルをね全部飲まないでちょっと残して帰んのよ、捨てないで。何回言ってもねもうねそこはね治んない、そういうだらしないとこもあります。じゃあ最後の男はね長妻レオですよ。長津はもうね分かんない、宇宙人だもん本当宇宙人だから、長津は本当にね、あのバンドだとキーボード担当なんですけど、おかしいのよちょっと。でもねまあがゆえに天才なんですよね、俺に匹敵するぐらいね、まず絵は上手い。うん、ちょっと俺とタイプが違うの、俺はなんか長津はもうちょっとこうなんつうの、非現実的な感じかな、俺のがちょっとあの似てるっていう、長津は似てるっていうか、もうちょっとコミックアニメーションキャラクターっぽく描くのはうまいんだけど、あ長津もうなかなかいやすごいなと思う、絵の才能めっちゃあるなと思って。長津ってサメ、ああいう風に見えて結構冷めてる部分も持ってるんですよ。冷めてる部分って言い方したらなんかちょっとあんま聞こえが良くないかもしれないけど、なんだろう、すごくリアリストなところもうすげえあるの。だからすごい現実を見れるタイプなんだけど、でもなんかリアリストで現実見れるのに努力できるんですよ。これなんかすごいなって、なんかまあこれだけ聞くとちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど、なんか例えば絶対にこれこの跳び箱の段数飛べないなっていう跳び箱があったとするじゃないですか、もうどうやってもこれは無理だなってでなった時に、なんか小学生とかととりあえずチャレンジするけど、大人とかになってそのレベルの跳び箱見たら、あもう無理だなって思ったら別に飛ぼうともしないじゃないですか、飛ぶ練習もしないし、別にこれが飛べたからって何なのってなるし。だけど長津はめちゃめちゃ冷静に、あこれは飛べないなって思った上でそれを飛ぶ努力ができる人なんですよね。これはねこう口で説明してみんなに伝わってるか絶妙だけど、すげえとこだと思っててちょっと今長津熱が入っちゃったけど、みんなにそれぐらいいいとこあるんですよ。さあというわけで、まあ初回にしてはね、初回でこんな緩くていいのかっていうのはちょっとあるんですけど、まあ初回はこうメンバー紹介をさせていただきましたけども、これからはねこうやってまああんまりこうタイム
ラグがない状態で僕たちの気持ちだったりとか、今の状況だったりとかを皆さんに伝えられたりする、コンテンツとしてね続けていければいいなと思ってますので、ぜひねセブンのね家でラジオごっこ続けていければいいなと思ってますので、ぜひ皆さんまたお付き合いながらでお付き合いいただけたらなと思います。というわけで今回の MC はセブオーダーの安井健太郎でした。それではまた会いましょう。バイバーイ。